どうも、マサダイです。今日はですね、CC レモンにまたちょっと変わった味出てたということで紹介します。 CC レモンピンクレモネード、というわけで、CC レモンなんですけど、ピンクレモネードということでピンク色です。そしてなぜかレモンの形がハートマークになってるということで、ちょっといつもとちょっと感じが違いますよね。ピンクレモネードということでレモネードが入っています。ちなみにね、関係ないんですけど、レモネードっつってね、僕が思うのは、昔僕が小学生だった頃ですね、コロッケという漫画がありまして、それに出てくるレモネードを思ってしまいます。それでは早速この CC レモンピンクレモネードいただきます。匂いはですね、グレープフルーツ系のちょっと入ってるような感じがします。レモンっていう匂いはあんましないですね。いただきます。あ、うまいな。これ好きだね。これ俺は好きだ。思った以上にうまい。今回のこの CC レモンピンクレモネードうまいです。僕が思っていた以上にうまかった。うまいねこれ、ほんとびっくりしました。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。